こちらの製品はですね、半導体の、中工程と呼ばれる次世代の工程に使われる、ロボットとして開発しております。サイズ的には600ミリ角程度のガラスの搬送が可能です。特にですね、フットプリントを極限まで小さくして、搬送リーチを伸ばしたということを最大のコンセプトとして開発しております。この Z 軸に関しましてはですね、今これ650ミリのストロークを持っておりますけれども、実際の搬送パスラインに応じてですね、420ミリの Z 軸ストロークのものも、製品化としてはリリースしております。ロボットの構造としましては、半導体のクリーンルームに使われるものをベースに作っておりますので、ISO のクラス1を到達しております。これにつきましては、内部のゴミを外に出さないということが基本的な構造になっております。で、特に大きなものとしてはロボットのこう Z のストロークに応じてですね、内部のパーティクルが外に出ないように、でそれを出る方向をですね、全体的にロボットをドラムスカートで隠すというふうなことで、内部のガスは下方向にしか出ないという構造になっております。またあと内部の方をですね、不圧構造になっておりますので、各関節の方もラビリンスシールであるとか、そういったものを取り扱うことによって搬送物のパスラインにおいてはノーパーティクルということで、達成できております。非常にこの半導体のクリーンルームに適したロボットとしてご評価をいただいております。